おはようございます。本日は山形県高湯へやってきました。東京駅から新幹線1本で来れるので駅もそれなりに立派ですね。高湯駅から高湯温泉街までは徒歩で少し歩くのでしばらく移動となります。高湯温泉は開湯934年の古い歴史を誇る温泉です。平安時代後期奥州統一を担った源の義家の弟にあたる源義経が発見したと言われています。赤湯温泉の赤湯という意味ですが、義経の兵士らが戦いで傷ついた体を湯に浸した時に立ちどころ傷が治り血で真っ赤に染まったことが赤湯温泉の由来となったと言われています。しばらく歩いてくると吉野川と赤湯温泉歓迎という看板が見えてきました。こちらの吉野川の橋なんですけども、これが赤い理由は赤湯温泉とかけて赤色に塗っているそうです。でも大体の温泉地って赤色ですけどね。赤湯エイトオブシという民謡音楽ですかね。赤湯温泉があるこちら南陽市はラーメンで有名な市でもあるのでラーメン屋が多く存在しています。あ、こちらにもありますね。奥にもあるし、さっきも見かけたんですけど本当にいくつもラーメン屋があるんですね。さらに歩いてくると足湯が出てきましたね。今誰もいないので入れそうだけど、足湯の隣には赤湯元湯の公衆浴場があります。こちらの赤湯元湯は240円で入浴することができます。中には硫黄泉の森の山源泉と単純泉の湯河原源泉と2つの温泉を楽しむことができます。僕が入浴した時は地元の方が多くいらっしゃいました。足湯とくっついてるお店もちょっと見ていきましょう。足湯は無料で使われるんですけど喉が渇いていたのでサクランボサイダーを買いました。でもこちら南陽市はねワインが有名なんでブドウも実は有名な地ではあるんですけど、こちらの足湯も源泉で滝ワイの湯というそうです。この源泉が流れ出ているところすごいですよ。なんか温泉の成分が固まって湯が固まってます。何これ、すごいんだけど。源泉の上にいる方はブドウを加えていますね。ワインが有名な足湯の向かい側には鮮魚店と酒屋がありますね。こちらの酒屋は創業304年と書かれています。無料試飲もできるみたいですね。小さな温泉地ですが高いビルとかがねなくて見晴らしがとてもいいです。今日天気もいいから山も透き通って見えますね。なんかゴジラのようなやつがいますね。カラパラというカラオケ店のキャラクターですね。カラパラってカラオケって初めて聞きました。山形、いや東北限定かな。続いては赤湯温泉ゆこっとへつかりにやってきました。しかもこちらの温泉なんとワインの試飲ができるようです。赤湯温泉ゆこっとは300円で入浴することができます。2022年の6月にオープンした施設ですので中もとても綺麗です。こちらは大浴場と露天風呂がついており、どちらも源泉かけ流しの天然温泉を楽しむことができます。街中を歩いていると発酵ポッポ湯が出てきました。こちらは足湯と温泉も飲むことができるようです。一応コップありますけど綺麗なのかわかんないですね。確かに温泉はそこまで美味しくないのは知ってるので舐める程度。美味しくないですね。やはり温泉独特の硫黄の香りが美味しさをかき消してるんでしょうね。あんまりこの匂いを嗅いで食欲をそそられる方はいないでしょう。去年産牛コロッケが売ってますね。1個買いますか。今の精肉店のおかみさんにここの六ちゃん食堂も美味しいと伺いました。ここだったら割とね空いててすんなり入れるみたいです。赤湯温泉はスナックもたくさんあるのでね、夜は活気が溢れてるのかもしれないです。お昼ご飯を食べに牛上海まで戻ってきました。こちらのお店は麺の中華製麺です。もう一店舗あるみたいで、ここはちょっと並んでるな。めっちゃ並んでるんだけど嘘でしょ、今日平日なんだよ。え、
最後にこちらの烏帽子の湯に使っていきましょう。こちらはなんと120円という入浴料金です。中には烏帽子の形をした浴槽が一つだけ存在しています。かなり古い建物のようですが、清掃が行き届いていて中はとても綺麗でした。お湯の温度もこちらが最も暑かったですね。ということで今回は赤湯温泉の公衆浴場を巡りました。個性的な公衆浴場が揃っていて面白かったですね。今回の赤湯温泉編の動画はここで終わろうと思います。また次回のビデオでお会いしましょう。